どうも、定楽です。今日もミンゴルやっていきましょう。MGC が第2回となったらしいんですけど、 MGC ね、あれなんですよ、ファイナルさ、ファイナルやり直しなしでやってほしいよね。9月3日12時開放、9月4日12時開放。あ、いいね。こういうやり方はありかもしんない。これなんか、あれですよね。リタイアしたらダメなやつですよね。リタイアしたらダメ。それだけ。クローゼット。とりあえず BP ブーストは関係してたはず。なので、これで MGC 初見プレイ やりますか。東京グランドゴルフガーデン。リタイアしたらダメ。リタイアしたらダメ。リタイアしたらダメ。一回でもリタイアしたらダメ。339か。なるほど。これは祝砲だね。OK。左ブレ、右ブレはどれぐらいかは分かんないけど、まあブレまくったなって感じですね。 3.1m、 3.1m もブレるってありえるか。この辺でいっか。大丈夫、入るから大丈夫。うわー、 くそーリタイアしたらダメ。最悪だな。最悪のスタート。リタイアはしたらダメ。リタイアはしたらダメ。9メーター決めた？もしかして。デストラ。9メーター決められた。まあまあ、でも別にいいや。で、次がここと。ねえ、霊砲打ちますか。ただね、右にブレるっていうのが分かった。だから、このブレ値調整はする。でも3メーターもブレるかとか思うけど、まあいいか。調整はした。調整したからいいところには行くと思う。2横かな。よし。最終ホールが結構大事な感じですね。よし、最終ホールを見よう。あー、雨の底か。なるほどね。祝砲打ちのここでいいか。大丈夫かな。 OK。大丈夫だと思う。104だけど、これちょっと左に寄ってる感じはある。だからこのまま打てばいいかな。このまま打てばいい。雨分強いか。これぐらいかな。降ってるかな。いや、これぐらいで行こう。 OK。 あー、全然違うか。
2.1。 ブレがやっぱ分かんないな、ブレは。はい、ワンチャンあるかもしんないけど、ないか。うん、まあ最初ね、やっぱ最初外したのがまずったね。うん、はい。で、P3 ポイントもらえると。はい、まあいいや。あの感じだったら、うん、そうですね。じゃあツアーでゴルフやりますか。今回はやっぱり雨で大事かなっていう、うん、雨全降り、全振れるかな。雨超得意プラゴ、この雨超得意プラゴを他も増やしてみようかなっていう、そんな企画を考えてます。これは猛暑か。雨なんかある。雨超得意。なので本領発揮も外すというのはどうかなっていう、そんなんあったかな、雨超得意のギア。ないか。これはプラス3なんだよね。風速フライヤー、うん、あ、雨超得意。あった、これをつける。うん、でスキル雨超得意が10になってるけど、セカンドアニバーサリーが15に減って、で本領発揮が6で止まると。これでちょっとランツアー行ってみますか。今のレートは2480と。誰にしようかな。うん、はい、レイさんレベル86の2383。なんか統一してますね。レッツゴー。 あと男性かなって思います。パーフォー。パラが雨ですよね。うん、で雨のだから、遠くから決めるっていう感じなのかな。いけるか。さあ始めましょう。ナイスショット。打つ、そこ。ほえー、いいわね。これはいけるか。よし。うん、雨なのでちょっとやってみようかなっていう気になってるんですよね。このを持ってればここからもいけるんじゃないかなっていう、そんな期待が。
じゃあ決めてみよう。武士道かな。まあ負けるっていうのも考えられるんですけど、まあ別にちょっと決めるのが目的なので負けてもしゃあないかなっていう感じのショットを打ちます。本当はちょい弱めがいいんだよな。そうなんですよ。これはちょい弱めがいいんですけど、ナムさんってことで。ナイスショット。うわー、ダメか。やっぱり弱くないとダメか。そうなんですよ、決まんないですよね。やっぱり高低差があるからダメなんだな。どうしたらよかったかな。いや今のは行き過ぎてるんですよ。だから手前なんですよ、手前。じゃあリターンします。悔しい。はい。じゃあ続けてやっていきましょう。誰にしようかな。だんだん分かってきたけど雨関係ないかな。レッツゴー。パースリー。花粉感、花粉感ですね。さあ、行きましょう。一発で狙う流れで。入ればいいけど。で、ここの狙い方はまあこの辺なんだよね。この辺です。でいいんじゃないかなって思ってます。と、ナイスショット。もうわかった。だからさっきのファラオもまあ同じ感じで打てばいいんだろうな。では始めます。これ決めるのめっちゃ難しいからね。相手はチャレンジするということなので、まあそれを見届けましょう。まあ入ってるか入ってないか言いますか。入ってるかな。入ってるっちゃ入ってるか。やっぱ難しいよね。なぜだ。はい。
一応まあ TOT 伝説今回もタイトルに書こうと思います。うん、お一か八かじゃもうなくなったから、誰にしようかな。問題は左に行っちゃう時があるんですよ、決まっても、うん、そこをどうするかなんだよな。まあ方法はあるんですけど、でもそれはねあんま正しいのかどうかっていう、まあいろいろ加味してやっていけばいいでしょうが。ノーザン、あーそこか。うん、さあ行きましょう。まあ相手がえでも祝砲か、3ん335だけど祝砲、うん、1.25。これはうん、いいですね。108祝砲、うん、どういう飛ばし方今。行きましょう。なんかやり方変じゃなかった。まあ飛ばさなくてもいいか。ここで OK。 ナイスショット。相手よりも前に出します。うん、いいですね。で相手に先に打たせます。霊砲、霊砲か。あーセコチか。うん、ナイスショット。霊砲セコチで、そうですね。じゃあ武士道で。早くセッティングは早くしないと結構ダメなんだよな。あー外してる。あーダメだな、うまく決まらない。入った、入ったは入った、よしよかった。でもなんかすごい不安な入りだな。うん、うわー外した、くっそ。あーもう、あーやっちゃった。あーここ勝率高かったのに。リタイア。悔しい。いやつまらないショットをしてしまいました。頑張りましょう。1勝2敗ということで、誰にしようかな。続きをやっていきましょう。もうね今日はね早々切り上げて寝たいんですよ。そういうねこう焦る気持ちもある。うん、もうだるいですよ本当。月曜はだるい間違いない。しかもねあの日曜のだるさを月曜に引きずったパターンなので余計にだるいんですよ。さあ行きましょう。2-3でしたよね。チョウちゃんある、チャンスある。まあこうなってくると相手は2打目狙わないだろうなというそんな気持ちで打ち込むと。
ショット、うん、はい、で相手が2打目決めないだろうなという気持ちで見守ると、ドライバーになった途端にあれもしかしてやばくねみたいな感じになります。長ちゃん、長ちゃんつけか、うん、でも長ちゃんで狙うの難しくないか、長ちゃんで狙うのは難しいと思う。長ちゃんで決めなくても霊峰でも勝つんじゃないかなと思うんですが、うん、さっきめちゃくちゃ外したよね、さっき。もう外さないでよ、ほんと頼むから。あー。よ。37。よし。オッケー。ナイスショット。はあ、疲れる。じゃあ続きやっていきましょう。第5試合ですね。対戦相手の方、カズさん2529。男性、なんか渋いなぁ、いでたちというか。サバワイ、サバワイか。行きましょう。風もあるからこれちょっとあれだね、飛ばすのありだな。うん、相手よりも前に出してアドバンテージを取る。まあこれがいいかな。相手はそんな飛ばせないでしょ。で相手の2打目を見て決める、いろいろ。うん、どうだ。敵長ちゃんで、あ、長ちゃんじゃない、超パワーで張り合ってくると思ったんですが、それはない。2打目で決めるかな。まあつける感じか。いや、決めてくる。決める、決めるような、決めないような。お、決めてくるか。いや、外してるね。まだ入ってない。
あ、今入った。今一瞬入ったけど入ってない。さあどうする。うん、入ってないですね。とりあえず打つか。弱め。どうだ。なるほどね。なるほど。まあ自分は入らないですよねこれ。ダメだよね。うん、全部アウトじゃん。そしたらこっちやって、今のはなかなかいい判断というか、うん、つまりは自分は霊砲を打たなきゃ負けるっていう状態にさらされたということですね。風の影響もあるからこの辺でいいかな。うん、オッケー、ギリギリセーフ。ふえ、いいですね。で、最後に、おお、霊砲、霊砲いけるか。大丈夫だね。入れれば勝ち、ほぼ間違いなく。入れればほぼ間違いなく勝ち。うん。じゃあ決めましょう。弱いか。弱いな。なんとかなった。オッケー。勝ちです。うん。なかなか相手もあのせこちに切り替えるところとかはよく考えてるなって思いました。うんうん、まあこれが後出しの強さですね。で相手がちょうちゃんであろうが何であろうが、もう勝ちは勝ちです。自分は、間違いなく負けないと。ナイスショット。そこ。あたしとか。よし。はい、勝ちました。お、ダイヤ来た。うん、今日も頑張りましょう。じゃあ最後の試合やりましょう。なんかね、本当に分かってきた。本当に分かってきたというか、まああれですね、繰り返しプレイをやりすぎたっていう方が。おっと、リベンジマッチ、リベンジマッチですね。レッツゴー。パーファイブ。パリスロ。ここか。そして雨ね。なるほどね。わかった。まあちょうどいいかもね。うん。さあ行きましょう。じゃあよろしくと。狙う、3ウッドなんだな。3ウッドっていうのは、3番ウッドか。まあそこか。うん、まあ相手が今から驚くことをするので、なんともって感じですね。
まあセミラフだろうがなんだろうがどうでもいいんだよな。よし、で使えるやつあったかな。あーそっか、これしかないか。あバグった、バグったんで終わります。バグっちゃったよ、バグり即終了なんで、はい、バグったから今日はやめましょう。もうだるいし、もう月曜はだるい。いや日曜の疲れを、いや、そうそうそう、日曜の疲れを引きずってんだよな。だからもういい、今日は疲れた。ゴルフはめちゃくちゃ調子がいいんですけど、まあそれはもう、なんか来たんじゃね、これ来た。よし、最後ダイヤ開けましょう。いいやつ、2つか。はーい、まあいいや。さっきのダイヤの一つ手前でなんかクラブが来たな、いいやつが、自分の持ってるやつが来た。これこれですね、ライブラッククラブ、レベルが上げられる、パッドコントロールが上がる、これでかい、これめちゃくちゃでかい、上げていきましょう。こっちか、やった、久々レベル5で、その横の最強パッドクラブも上げますか。パッドコントロールすごいんだな、こっちは。まあでもパッドインパクトが足りてないからな。あでもちょっと上げましょう、こっちも使う時来ると思うんで。これを見るとライブラッククラブ悪くないな。いやーでもそれでもツリークラブの方が若干レベル高いか。面白いなこの関係。はい、以上。今日も頑張りましょう。今日のミンゴルはいかがだったでしょうか。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録等々、はい、よろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。よし、まあなんていうかあれですよ、別にさ面白い実況とか撮ろうなんて思ってないんですよ。それはまあ言います、面白い実況なんて撮ってたら疲れるじゃないですか。めっちゃいい、めっちゃいい、おすすめギア、インペリアルグラスクラブでストレートショット、SPBP、悪くないけど、ちょっと待って、風の影響受けないだけか、低反発入ってたらもうやばいなこれ、かつ低反発だったらやばいな。でもそんなことはないと。いや今一瞬やべえと思った、やべえやつ来たと思った、やった。ガチャやります、今から。でタイトルにはミンゴルフェスガチャ何時何分からっていう感じで、まあ親切に書いとくんで、出現割合プラチナランク 20%、 おすすめはタンザナイトウォッチ、レザーカットブーツ、サテンミニスカート、ノースリーブジャケットと、全部欲しい、全部欲しいけどノースリーブジャケットが当たればあとはもう自動的に、23万コインあるんで楽々出せると。これはね、これいいよね、これ結構好きだわ、この服。
この服いいと思う。ノースリーブ。よし、じゃあ行きますか。4セット目確定だから12万コインで出ちゃうっていうね。簡単に素晴らしいな、今回の企画。目玉商品これと。まあでもね、内容しょぼいか。セーフティーセンス、確かに内容はしょぼい。ちょっと待って、内容しょぼいな。いやー、内容しょぼいなこれ。あ、でも超パワーモードがあるから、使い道はあるか。じゃあチケットが25枚もあるので、もうやりますわ、ガンガンと。よし、外れ。外れ全好き。20% の確率なので、つまりこの次の5枚で 100% 来る。はい、来た。さあ、課金せずに全部もらっていこう。課金せずに全部もらっていこう。サテンミニスカート来た。ガチャの音楽にするの忘れてました。はい、雰囲気出ましたか。サテンミニスカートじゃないんだよな。あー、レザーカットブーツ来た。ちょっと待ってください。しゃあないね。クローゼット、これね、色違いないんだよな多分。カラバリゼロか。だからどうしようかな。ですよね、どうしようかなになっちゃうんですよ。はい、じゃあガチャに戻りましょう。つまりは4セット目がこのチケットのところで当たらないと結局やる羽目になる。12万コイン使ってってことなんですよ。残り15回か。外れか。じゃあスキップで。残り10回。ジャケット来い。ジャケット着てくれ。頼む。ジャケット着てくれい。ジャケット着てくれい。頼む。ボーダーニットキャップ。フラットサンダル。アイドルドレスミニハット。ローカットスニーカー。姉子の着物風スカート。まあ息をするように残り5回やりましょう。息をするように。ジャケット、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 ヘビの穴。パールフラワーネックレス。ボタニカルブラウス。キツネ麺。めっちゃ来る、めっちゃ来るよ。めっちゃ来るけど終わった。引きます。4セットまで全部引きます。いらないかもしれないけど、いいよ。引いていこう。
アイドルドレスブーツ。スタッツ&リングハット、結構嬉しい。なあ、いいね、ガンガン来るね。 20% はさすがだ。警察官風スカート、でタンザナイトウォッチと、うん、もう関係ねえ、全部やるわ。ただこの辺りでジャケットが出ればもうやる必要はないんで、この辺ですよね。ジャケット来てほしいな。ジャケットが来たらな、追われるのにな。フォーマルグローブ、アイドルワンピース、嬉しい。レザーカットブーツと、うん、じゃあまだやる、まだやるけども、ここでジャケット着てくれたらな、1回分は浮くな。ジャケット着てくれたら1回分は浮くな。さあ、ジャケット来い。バニーリボンカチューシャ。あ、これバニーリボンカチューシャで終わりのやつだ。サテンミニスカート、はい。ということで、まあ分かってたって分かってちゃダメなんですけど、最後に、ノースリーブの服もらいましょう。もう最後めちゃくちゃ濃いよ、めちゃくちゃプレミア濃いよ。ジャケットさえ引ければね、もう終わられたんですよね。フォーマルグローブ結構嬉しいんだよ、フォーマルグローブは。カチューシャ2つか、もう来ないかな。他はどうでしょう。うん、もう一個ぐらいなんか来てもいいんじゃない？来ないか。これ最後？ノースリーブジャケットと。はい。いいね。クローゼット、どっち？しのめちゃんか。しのめちゃんしよう。しのめちゃんを向きましょう。いいね、このアイドルワンピースとかすごいいい。これいいね。これ色違いは、色違いがないか、1個しかないのか。赤でもまあ悪くない。赤でもいいですよね。これはいいね。うん、高いね。高い高い。すごく高い。これはいい。とてもいい。帽子。帽子似合わないな。でもまあ、うん、自分的には帽子いつか使うかもしんない。ありあり。うん。きつね麺。きつね麺もありだな。うん、横にはつけないんだ。横バージョンとかないんだ。これは、すごいビッグ王感やべえ。いや、なんだろう。まあいいや。いいっすね。ああ、いいわ。いいわ。じゃあちょっと、まあまあ。こっち側何？これがボタニカルブラウス。カラーバリも1個なんだ。インペリアル。これもいいよね。これもいいね。まあとりあえずこっちにして、うん。
うん。はい。やっぱ着せ替えでしょう。で、手袋はなくてシューズが、うん、これはいいね。このシューズいいね。でもね、色がねないからね、まあ運が上がるっていう意味ではありかもしれないけど、あとはあれ、帽子？うんうん、まあ雰囲気出るね。これは雰囲気出る。時計か、時計しますか。時計は一番あれだな、目立たないな。タンザナイトウォッチ。まあまあまあいいか。で、余計なアクセサリーを外すと。手袋は、どうしようかな。これ合ってるかな。これか、こっちか。微妙か。いや、でもまあまあまあ悪くないか。できました。いや、結局12万コイン使っちゃったよ。まあ分かってたらダメなんだけど、まあ期待はあったんだけど、しょうがない。いいっすよ、悔いはない。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。はい、何かご用ですか。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。